ました。今日いろんな質問をして、みんなここに手置いてもらって、質問に対して嘘だったらビリビリ。やってみようじゃあ。誰から行く？あおみんはしゃべちゃん収録を嫌だと思っている。いいえ。お、お、わ。どうなんだろう、あおみんさん。本当のところは、本当のところ。ね。はい、うざい人がいる。いません。なんで笑うんですか。おお、いないんだ。いないですよ。実は川地由紀子うざいと思っている。いいえ。これね、これは怖いよ。言った高校が怖い。思ってないもんだって。シャーベットの中で自分が一番可愛いと思ってる。いいえ。一番可愛いと思ってる。可愛いもんな。いや、それ可愛いと思ってる。シャーベットのメンバーの中で自分が一番可愛いと思ってる。いいえ。それはそうか。最近男の人とご飯に行った。うわ、怖い。いいえ。これ面白かった。マネージャーと言ったらもう男や。もっと際どい質問にしようぜ。好きな人もしくは気になる人がいる。いいえ。いるや。最近よくさ聞いてんだけどさ曲を、うん、声に恋するタイプ。まあ確かにね。だから好きな人っていうよりかはそのアーティストに言い訳してる。これは確かに言い訳だ。今のは全部言い訳ですか。いいえ。ドキドキする。言い訳だった。言い訳だった。私もビリビリしたいかも。ビリビリしそうなことでしょ。なんだろうね。先輩に不満ないし、自分が一番可愛いとか思ってないし、あ、この人そうだった。でもさ、高校のことうざい。シャーベットで一番歌が上手いと思っている。お、いいね。いいえ。うん。おー、なんかいい子すぎやん。もう爆上がりやん。ダンス、コンコンうるせえ。こちらがもうダダ上がりやん。で、これはダンスが一番上手いと思ってる。いいえ。ねえ、なんで、シャーベットのメンバーみんなデブだと思ってる。いいえ。シャーベットのメンバーの中で抜けてもいい人がいると思ってる。いいえ。それ怖いな。それビリビリしない方法知ってんの。いや、知らないです。気になる人がいる。いいえ。ビリビリさせようみたいな企画になってるけど。もう一回最後に聞いて。りなちゃんはコンコンのことをうざいと思ってる。いいえ。全くもって思っていません。面白いね。面白かったけど。